はい、さあ、兵庫までです。今向きと続きからやっていきますかね。日付変わりまして、マゾトが心配だね。まあ、やっていきますか。午前中の講義が終わり、僕は学食へと向かおうと、薄暗い廊下を歩いていた。今日は大学でマゾトの姿を見ていない。昨日のことが気になったので、心配になって携帯に電話してみた。出るか。出ないな。数回の指出しの後、留守番電話に変わった。とりあえず、調子はどうだ？連絡をくれとメッセージを残しておいた。顔を上げると、すぐそばに人の気配がした。ケンゴだ。キャンプの写真見るか。いきなりデジカメのモニターを向けてきた。おう、キャンプ？見せてくれよ。見たくない。それよりマサトなんだけど。まあ、見とくか。ああ、見せてくれよ。マナミの参加していないキャンプの写真に興味はないが、とりあえず小さな液晶画面を覗き込んだ。デジカメには屋敷らしき建物の入り口が映っている。ビジョンでパーティーをしたという屋敷だ。屋敷のようだ。周囲には香りがサークルの部屋に飾った花、今引き草が咲き乱れている。僕はデジカメを操作して次の画面を表示した。それブレてるだろ。フラッシュが光らなかったんだ。全然、何のこっちゃわからん。屋敷の中は。みんなが門の前で記念撮影をしている。そう言いながら次の画像にする。中で大騒ぎしてさ。写真を撮るどころじゃなかった。言語は思い出し笑いました。でも中入ったんだ。あ？デジカメを操作する手が止まった。建物を写した画像に妙なものが映っている。あ、人？これは、老人の顔。屋敷には誰も住んでいないと香りが言っていたが、ズーム表紙に切り替えてもう一度建物の窓を見ていた。確かにちょっと暗くて分かりにくい。やはり映っている。白い服を着た老人のようだ。顔はね、ちょっといまいち分かんないけど、この画面でも。さらに顔には大きな火傷の跡がある。まあなんかそうなんだろうなーって感じで持っとくか。まさか、心霊写真じゃないよな。馬鹿げた考えだと思ったが、何かが写っているのは間違いない。自分を納得させたくて、どんどん画像を拡大していった。おい、ここ人が写ってるさ。マジかよ。ケンゴは驚いて口調で聞いてきた。僕はデジカメを突き出すと、ケンゴは馬鹿にしたような笑みを浮かべた。ああ、これ、窓のそばに大きな写真があったんだよ。じいさんの周りに額縁も写ってるだろう。写真か。大きな写真？額縁？とても写真のようには見えないのだが、見えないね。しかし、その場にいたケンゴが言うなら、これ以上疑っても仕方がない。まあ、心霊関係に興味があるなら、とっておきの話があるぜ。どうした？ケンゴは折れそうな顔をしながら話しかけてきた。この屋敷の地下室から何か出てきたって話だろ。なんだよ、知ってんのかよ。僕は冷たく話の腰を折ってやった。するとケンゴは小さく舌打ちをした。そこで僕はハッとした。やっぱり屋敷の話聞かせてくれよ。マサトの様子がおかしいのはその屋敷の話と関係があるのかもしれない。改築の時に床下からたくさんの白骨死体が出てきたんだって。僕は壊れないと知ってか、ケンゴはつまらなそうに言った。白骨死体か。あ、白骨死体か。で、俺書いてあるのと知らずに言ったんだよな。リンクしちゃったね、今。よくあるホラー話のようにも思える。何でも昔は新薬の実験施設だったらしいんだよ。新薬の実験施設？そんなことを代わりは言っていなかった。言語の話によると実験していたのは女の薬剤師で、
白骨死体バスの犠牲者らしい。それであの屋敷の中で騒いだりすると人体実験の犠牲者に呪われるというわけだ。もっとも俺たち思いっきり騒いちまったけどね。なるほど。だんだんとマサトの怯えて理由が分かった。ビジョンという薬の効果と屋敷の噂話が相乗効果を生み出したに違いない。いずれにしても事の発端は堅固にある。キャンプに変なものを持ち込まなければマサトはおかしくならなかったのだ。お前いい加減そういうことするのやめろよ。ワニのせいでマサトが変になったんだぞ。僕を巻き込むのはやめてくれよ。どうすかな。つっても別にどれでもいいか。まあいい加減そういうことすんのやめろよにしとくか。いつしていい加減そういうことすんのやめろよ。大学生にもなって。僕は呆れていた。言語をやらかしたのは今回だけではない。大丈夫ですかな。どっかピアスについてだったわ。以前白い糸のようなピアスの中で出てたことがあって、取りたいのに取れないと震えていたことだった。何でも白い糸は神経なので引き抜くと目が見えなくなるという話があるし、あるね、それ。見つけた時に引っ張って一生ちょうど長さだったのがさらに3ミリほど出てしまったので、ケンゴはその後一切触れないようにしたが、結局次の日にはその白い糸はなくなっていた。ピアスの話かい。その時に僕は解決のためにしかハックするのだ。そのことについてはどう思っているんだ。いいじゃん、別に。どうやら全く何も持っていないらしい。ダメだ、こいつには何を言っても無駄だ。僕は話を適当に切り上げてその場を後にした。無駄なんだ、無駄無駄。いるよね、何言っても聞かないやつ、響かないやつ。大学校内を歩いていると、真奈美がベンチで本を読んでいた。悲しい本でも読んでるのだろうか。どことなく表情が寂しげだ。最近になって明るい表情をよく見せてくれるようになった。だからといって心の傷が消えたわけではないはずだ。真奈美は付き合っていた恋人を、間宮京介を交通事故で失っている。マミヤ京介のチップスを出すよな。いくら忘れようとしてもあの時の光景は脳裏に焼き付けて離れない。あれは1年前のことだ。大学からの帰り道、僕はマナミの後ろ姿を見つめていた。声をかけようとしたができなかった。ああ、京介がいたか。彼女の隣に京介がいたからだ。京介は同じ大学の薬学部の OB で、僕とは年齢が一回り違う。大手製薬会社で研究室を任されていた京介に対して、何の取り柄もない学生では張り合う相手にもならない。だから僕は、まなみに自分の気持ちを伝えることができなかった。本当にだらしのない話ではあるが、勝負する前から戦うことを諦めていたのである。そして、その日、ストーカーのように二人の後を歩いている時だった。あら、ああ。京介はまなみの身代わりとなった。事故直後のことはよく覚えていない。まなみの悲鳴、救急車のサイレン、野じ馬の声、そんなものだけは耳の奥にこびりついている。京介が死んでからしばらくの間、まなみは抜け殻のようになった。そして僕もまた京介の呪縛にとらわれた。大切な人を失ってまなみの支えになってやりたい、そう思う一方で、どうしても行動に移せなかった。京介の行動があまりに鮮烈だったのだ。まなみを命かけで守る、そんなことを口ではいくらでも言える。しかしもし同じような場面に遭遇したら、僕はためらわずにまなみを助けられるだろうか。情けないがわからない。あれから1年の月日が経ち、まなみも立ち直ったように見える。もっともそれはあくまでも表面的に過ぎない。僕が惹かれたハニカンダエミは、
マナミの表情から消えてしまった。マナミは僕に気づく気配はない。よほど本に熱中しているのだろう。なんとなく声が吐きづらい。その表情に悲しさを感じたせいなのだろうか。僕は声をかけるのはやめて、そっとしておくことにした。ああ、言っちゃいますか。おい。午後の講義を終えた後、別室に顔を出したが、誰もいなかった。テーブルにはスナック菓子がある。少し前までは誰かがいたような雰囲気だ。ポケットの携帯電話が鳴った。着信画面にマサトの名前が表示されている。うん、マサト。さっき入れた留守電の折り返しか。僕は慌てて電話に出た。どうしたんだよ、昨日は。黙って帰ったから心配したんだぞ。いろいろと調べてみたんだよ。調べたって、何を？声は元気そうなので少しは安心した。うん。俺、呪われたみたいだ。うん？どう反応していいのか困った。確かに。そんなことを、そんなどうぞと言われても。まだ呪いなんてことを言っているなんて。しかし、頭ごなしに否定すれば、マサタは余計に混乱するかもしれない。わかった。詳しく聞かせてくれよ。ここは話を合わせることにした。この呪いは目が鍵なんだ。目を見ちゃダメなんだ。メイタンたる気持ちになってきた。マサトの精神状態はさらに悪化しているようだ。目を合わせることで黒い女と俺は。そこまで話してマサトは黙ってしまった。はい、待て、噛み合わねえな。僕の気持ちを見透かしたように急に口調が厳しくなった。あら。なんて返事をしていいか困っていると電話は切れた。僕は小さなため息をついた。マサトのことはサークルのみんなにも相談しよう。さあ、本当に呪いがあるのかどうかってとこだね。気がつけば小腹が空いた。そういえば朝から何も食べてない。適当にテーブルの上をすると、アーモンドチョコを見つけた。また焦げた味がするんじゃないの？なんとなく甘いものが食べたい心境だった。僕は一個つまんで口に放り込んだ。やっぱり。口の中に苦い味が広がる。急いで部屋の流しで口をゆすいだ。一体どうして？僕の舌がおかしくなってしまったのだろうか。それとも、誰かいた。それとも誰かのいたずらなのだろうか。チョコレートの包みを手に取った。どこにでも売っているようなチョコレートだ。さすがにもう一つ試してみる気にはならない。あれ、僕はチョコレートを持っている手の異変に気づいた。あ、黒くなる。なんだこれ。指の爪が全部うっすらと黒くなっている。こすっても取れないので汚れているわけではないようだ。じっくりと見てみると細かな黒い斑点がたくさん爪の中に浮いている。それが集まって黒く見えているようだ。え、気持ち悪い。いつの間にこんなものが。どうしたの？暗い顔して。いや、なんでもないよ。マナミが部室に入ってきた。僕は曖昧に返事をした。みんなは？帰っちゃったみたいだ。そっか。ちらりとマナミは部屋の、部室の中を見渡した。マナミはちょっと考える素振りをしている。それじゃあ今から遊びに行く？え？だってなんか沈んでるみたいだし。唐突な提案に驚いた。マナミに誘われるなんて初めてのことだった。そうだね、遊び行こうか。そうそう、気晴らししようよ。僕の腕をマナミが強引に引っ張る。
なんだか複雑な心境だった。マナミとデートができるのは嬉しい。そう思ってるのはお前だけかもしれんかな。しかしできればこんなに憂鬱な気分の時ではない方がよかった。僕たちは電車に乗って繁華街へと出た。人混みの中にいるとなんとなく安心する。何の映画見ようか。マナミが映画館の看板を眺めている。今の気分はここ、ライバルとして送り広げるアクションかな。マナミが喜びそうなラブストーリーかな。思い切り笑いそうなコメディーかな。現実とかけ離れたファンタジー路線のアニメかな。とりあえずホラーじゃないかな。とりあえずホラーじゃないな。ホラーじゃないなね。なんでもいいか。じゃあまあデートなんでね、ラブストーリーにしとくかな。コメディだな。マナミの笑顔が見れたら落ち込んでいた気持ちも一気に明るくなるに違いない。しかしそれにはたわいもない。それにはマナミの笑いのツボを外さないタイトル選びが重要だ。僕はコメディは邦画に限ると思っている。洋画のコメディは時として全く笑えないのでは苦手だった。しかし邦画だととても安っぽい出来に遭遇する可能性がある。僕としてはその安っぽさも笑えたりするのだが、マナミに受け入れられるかどうかが気がかりだ。それじゃあ、あれにしましょう。僕は悶々と一人悩んでいるのをよそに、マナミは興味のあるタイトルを見つけたようだ。アクション映画の看板を指さした。タイトルは、ターン2、怒りの交差点。タクシーみたいなことな。中身を見るまでもなく B 級とわかる。いいね。僕はおかしくて吹き出しそうになった。何？いや、マナミとアクション映画って似合わないなと思って。マナミが好きそうな顔をする。半分笑いながら言うと、マナミは頬を膨らませた。ヒロキ君が好きそうな映画を選んだのに。ごめん。今度は僕がマナミの腕を引っ張って映画館に入った。映画館はガラガラだったので、僕とマナミはゆったりと席に座った。映画は続編にありがちな大味のストーリー展開だった。あまりも退屈で睡魔に襲われそうになる。しかし、いくらなんでもマナミの隣で居眠りをするわけにはいかない。必死になって目を見開いていると映像がブレ始めた。映写機のトラブルだろうか。あら、何も見えない。何も映っていないスクリーンが映写機の明かりで照らされている。これは再開するまで時間がかかるかもしれない。ところが、意外にもすぐに映画は再開した。スクリーンにはレンガで囲まれた薄暗い部屋が映し出された。あれ？フィルムが切れる前はこんなシーンだっただろうか。部屋の中央には壺のような形をした鉄の塊が陣取っている。突然鉄の塊は大量の湯気を吹き出した。さっきとは違う映画になってしまったみたいだ。しかし受付に文句を言いに行くのもめんどくさい。仕方なく僕はぼんやりとスクリーンを眺めていた。湯気の向こう側にかすかに人影が見える。何やらひそひそとした話し声も聞こえてきた。声の感じからすると二人の男女のようだ。アミ様？確かにそう聞こえた。だんだんと気味が悪くなってきた。ほとんど変化のない映像なのに、恐ろしいほどの緊張感が伝わってくる。これ以上見ていると気持ちが悪くなりそうだった。やっぱり受付に上映トラブルを知らせよう。僕は椅子から腰を上げ、あれ？体が動かない。背中が何かに引っかかっているようだ。なんじゃこれは？
不意に目の前が真っ白になった。全身が蒸し暑い空気に包まれ、嫌な汗が額から吹き出した。なんだこれ。慌てて周囲を見渡した。そこにあるはずのスクリーンはなかった。隣に座っているはずのマナミの姿も蒸気で見えない。まるで僕自身が映像の中に飛び込んでしまったかのようだ。うん、いきなり背中に鈍い痛みが走った。後ろを確かめる暇もなく僕は釣り上げられた。必死で足を動かしたものの、虚しく宙を泳ぐだけだった。悲鳴のような絶叫が永遠と耳に飛び込んでくる。両手で耳は塞ぎたかったが、金縛りになったように体が動かない。ツンと異臭が鼻をつく。どっかで嗅いだことのある匂い。そうだ、子供の頃いたずらで自分の髪の毛を抜いて燃やしたことがあった。え、ちょっと待ってたの。その時の匂いによく似てる。どういうこと。まさかもしかして人間を焼いているのか。泣き声と悲鳴を繰り返して聞いているうちに時間の感覚がなくなってきた。まだ10分経っただけなのか、もう1時間過ぎたのか、それとも半年ちょうど経ってしまったのだろうか。ただはっきりとしていることが一つだけあった。僕の体は少しずつ悲鳴のする方へと近づいている。もはや恐怖は通り越し、深い絶望の真っただ中にいた。急に僕の体が大きく揺れた。とうとう順番が回ってきたのだ。殺される。やめてくれ。僕は焼かれて殺されるんだ。だけどどうして。一体なんでこんな目に遭わなければならいけないんだ。アミって女は何のためにこんなことをするんだ。ああ。ゆっくりと体が落下し、鉄の塊の中に放り込まれた。持っていたのは、熱いという生優しい感覚ではない。あ、待っていたの。全身の皮を一斉に剥がされるような痛みだ。あまりの苦しみに目玉が裏返った。思い切り食いしばった奥歯が割れ、頭の血管が破裂しそうになる。内臓が沸騰して様々な体液が口に逆流してきた。それでも僕は生きている。体が燃えかすになりかけていたが、意識はまだはっきりとしていた。鉄の塊に入ったのは胴体だけで、まだ頭の部分は外に出ていたんだ。心の中で何度もつぶやいた。流した涙が一瞬で蒸発した。鎖はさらに無慈悲に緩み、頭も炎の中に沈められた。周囲が真っ赤な色に包まれた。僕は狂ったように暴れ出した。誰かの声が聞こえる。誰だ。僕を呼んでいるのは誰だ。しっかりしろ、目を覚ませ。それはマサトの声だった。蒸気に包まれていた世界は無惨した。スクリーンには初めて見ていた映画の続きが上演されている。今のは夢だったのか。しかしどうしてマサトの声が聞こえたのだろう。何気なく隣の席のマナミを見た。そこに座っていたのはマサト。お、どうしてここに。まさかのヒロインマサト。スクリーンを向いていたマサトがゆっくりと僕の方を向いた。自分の目を疑った。マサトの体は炎に覆われていた。マサトは口をパクパクさせて懸命に何かを言おうとしている。目を見るな。
その言葉を遮るようにマサトの顔面がぐずぐずと、膨張した。最後にそうつぶやいたマサトの声が際限なく膨らんで、どうしたの？僕は自分の叫び声で我に返った。意志とは裏腹に悲鳴が収まらない。大丈夫よ、落ち着いて。ここは映画館よ。映画館？ひどい夢を見たみたいね。僕は必死に周囲を見渡した。見慣れたマナミの顔が目に入った。夢？今のは夢だったのか。僕は恐る恐る周囲を見渡した。今度こそ現実の映画館だ。どうやら僕は気づかない間に居眠りをしてしまったらしい。本当に全身が汗でびしょりになっているよ。ごめんね、マナミ。マナミの問いにうなずくのがやっとだった。夢にしてはあまりにもリアリティがあった。焼かれている時の痛みなどは本当に体験しているかのようだった。こんなに恐ろしい悪夢は今まで見たことがない。僕の全身はまだ震えが収まらないでいた。映画館を出るのに僕はマナミに謝った。ごめん、マナミ。恥ずかしくて穴があったら入りたかった。すると先を歩いていたマナミが振り返った。別に気にしてないけど。マナミは、マナミは小さな笑みを浮かべている。ただうなだれれれれれれしかできなかった。物事って悪く考えるとキリがないよ。自分で気持ちを明るくしていかないと。僕は励ますようにマナミが声をかける。自分で気持ちを明るくか。わあ、恋人が事故に遭ったのにそんなこと言える。好きやん。そんなことをマナミに言われるとは思わなかった。わかった、そうするよ。それじゃあご飯でも食べて帰りましょう。本当にマナミと出かけてよかった。彼女の顔を見ていると嫌な気分を忘れることができる。何にしようか。あ、それならもう決めてるの。マナミは弾むように歩き出した。その振る舞いから明るさが伝わってくる。初めて出会った頃のマナミに戻ったようだ。なんかいいことでもあった？え、どうして？いや、なんとなく。あったといえばあったかな。マナミが少し驚いて顔をした。今度は嬉しそうな顔をする。何？教えてよ。ちょっと京介さんのことでね。聞くんじゃなかったと少し後悔した。マナミが元気になるのはやはり京介に関することなのだ。しかし1年前に死んだ人のことでいいことってなんだろう。何か思い出の品でも新しく出てきたのだろうか。ほらここ。うん、まあちょっとこの辺にしておきますかね。なんだろうね、ちょっと現実といろいろ妄想だか夢だかなんかわかんないけど、そういうのごちゃごちゃになってきたな。まあ今回はこの辺で、ご視聴いただきましてありがとうございました。ひよこんでした。さようなら。